今年も SS 講習が開催決定しました。詳細は LINE アットに登録よろしくお願いします。10月から2年生の新カリキュラムも始動します。ホームページからお問い合わせお願いします。その自分の実際の敵を見てから、あの自分の手元を見て、どういうふうに進めるかっていうふうに考えてくれたらいいかなというふうに思います。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの矢沢です。こんにちは。はい、次の質問です。はい、カンカン同率志望で世界史の質問です。現在経営塾に通っているのですが、先生にノートまとめを7月からやるように言われています。そのやり方が自分に合っていないような感じがしていて、夏休みは山川の教科書を併用して読んでいます。今の時期から一問一答を始めることはありですか？またマナビズムではノートまとめについてどういう考えを持っていますか？お願いします、という質問ですね。はいはい、今実際ちょっとどういう風な進め方をしてるかっていうのはまあ把握しかねるので、はい、まあ、もしかするとその今やってる勉強法をこう否定してしまうような言い方になってしまうかもしれないんですけど、はい、まあ、あの一問一答を使うかどうかに関しては過去問を一回やってみてから決めたらいいかなっていう風に思います。この質問してきてくれてる、まあ、9月中頃とか、まあ、そういう秋の時期で、まあ、過去問をもし解いたことがないのであれば、一度解いてみて、その自分が、持ってる、あるいはまあこれを使いなさいというふうに言われてるテキストとか、まあ、その用語集にあたるものの中からちゃんとそれが出ていて、カンカン同率の問題に対して、こういうふうな勉強をしていけば、あの対応できそうだというふうになるのであれば、まあその用語集なんか、あの何かで、多分対応できると思うので、そういうふうにしていったらいいと思うんですけど、まあ、そういうふうにそのまず敵を知って、あの、まあ、今までこう勉強してきた状態で、あの過去問解いてみて、あの出題形式がこういうふうになってるから今の勉強方法をこういうふうにこう変えていく、9月10月以降の勉強をこう軌道修正していくっていうのは必要だと思うんで、ちょっとまあ今書いてくれてる質問からはそれぐらいのことしか、言えないのがちょっと申し訳ないなという感じなんですけど、まあ、一度過去問をやってみて、その自分の実際の敵を見てから、自分の手元を見て、どういうふうに進めるかっていうふうに考えてくれたらいいかなというふうに思います。で、あとノートまとめについてどういう考えかっていうところで、自分で新しくその教科書の内容をまとめ直すっていうのはもうその全く意味がないかなというふうに思います。暗記をするために、あの書き取りをしてノートにある程度書いて、そのなんか出来事を紐付けていくとか、そういうためにこうやるっていう風な目的があって、そのノートに書くとかっていうのはありだと思うんですけど、授業でやってた内容をこうもう一度このノートにまとめて、でしかも大体その、まあ、僕も経験あるんですけど、作って満足してしまって1回以上見ないんですよね。1回以上でも2回目から見ないんですよね。だから、まあ、いわゆるまあ、おそらく世間一般で言ってるノートまとめっていうのに関しては、あのやる必要はないかなと思うので、まあやるとしたら実際書いて、覚えるとか、まあその自分の性質に合ってるんだったら書いて覚えるとか、まあそういう目的を持ってやるのであれば、あのノートまとめをやってもいいかなというふうには思います。ちょっと僕の意見聞いてください。はい、まずこれノートを、作るノートまとめ、はい、ノートまとめっていうのがもう先生流の、その先生流のノートまとめがどういうものか分からへんねんけど、はい、先生が多分過去うまくいった勉強のやり方を全ての生徒に強要すること、はいはいはい、これはねちょっと、まあ、悪質な場合がたまにあるえ、そうです。俺も、まあ、俺のこれは絶対いけるっていうやつは押し付けたりするんですけど、はいはいはい、ちょっとミスったら、あこれ合うてへんやんみたいな、はい、この子に合ってへんねんやったら、ちょっとやり方変えなあかんやんみたいなって、まあ、絶対起こるやん。はい、勉強の世界だけじゃなくていっぱいいろんなところでそんな起こるからさ。間違いないっす。でも先生は今までそのこれでうまくいってきたからっていうので、うんうん、凝り固まって同じやり方をずっと共有する。それで、それのシグナルになる。それが先生のやり方で、あそれ絶対大丈夫やっていうこのシグナルになるのは、はい、自分がほんまに納得してるかどうかですよね。はい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 、はい、いやこれ微妙なんすよね、微妙だと思うんすよねって思ってる時点で結構先生との信頼関係ももう正味終わってるし俺やる必要ないかなっていうふうに思います、はいはい、例えばそれが俺が言った場合、多分、うん、あちょっと信じてやってみようかなっていうふうに思う子が多いと思うやんか。でそれってその先生との信頼関係やん、はい、でその人がどれだけ正しいことをこれまで言ってきたかっていうのを子供ながらに数えてないけどなんか分かってるみたいな、でもこのだからこの人の言うことは信じれんねやなみたいなところでついていくやんか、信じて、うん、だからそういうところで先生との関係、ほんで自分にも合ってないんだろうっていうところから、
やめといた方がいいんちゃうっていうふうに思うかな。でこれだからノートまとめだけじゃないですよ、はいはいはい、マナリズムではね基本的に俺の授業とか特にだけど書くなって言うんですよ、はい、うん、あの俺が言うたことを書かんでいいと、全部覚えなあかんこと書いてると。そうですね、うん、で線引っ張るだけ。その代わり線引っ張ったやつは線引っ張って満足するんじゃなくて絶対覚えろよって言うて、で線引っ張って覚えていく過程の中でそのそれを覚えたらどうなるか、覚えるためには何が必要なのか、どういう理解が必要なのかっていうのを説明していくわけなんですね。みんながやることは線引っ張って、俺が言ってくることを理解して覚えるっていう話なんです。ほんでね、ここから言えるのは、はい、それでも書きたい、書かな覚えられん、これ稀に言うんですよ。で今の子供たちの、流行りに合わせても書かんでも一番楽な方法でっていうふうに俺はやるわけなんですけど、はいはい、でもいや中学校の時にね僕ね社会のノートをねまとめてねめっちゃ覚えれたんです、だからこれでやりたいんです、いやそれはダメだっていう必要もないやん先生が。それで成功したんです、ほんでそれで自分が納得するんやったらそれでやったらええやんと、うん、だからまあ頑張るとっていうのをね、まあ、言うたらそこまででその勉強法に関してはどれを選ぶかはもう自分の好きに任せて、ほんでそこからいつまでにこんだけはやらなあかんねんでって引っ張ってあげるのがうちのコンサルだったりするやんか、はいはい、だからノートのまとめの話から入ったけど結局は自分に合ってる方を探して合ってたらそれをしっかり続けていって、成績が伸びてるか伸びてないかっていうのを検証して、あかんと思ったらすぐ変えてっていうのを繰り返していくっていうのがやっぱ大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。長かったね。はい、すいません、はい、この話にしまった、はい、これもお願いです。はい、それではこの動画を応援したいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。